ポッキーは YouTube にゲーム実況動画を投稿している日本のゲーム実況者である。メインチャンネルの登録者数は300万人以上。元ユーウム所属。子供の頃から父とプレイステーションやファミリーコンピュータのゲームをプレイする過程で育つ。父が持っていたパソコンも幼い頃から使っており、中学入学頃に初めて自分用のパソコンを購入し、2011年から YouTube にてゲーム実況動画の投稿を始める。高校卒業後、専業 YouTuber として活動している。2017年5月11日に公式会員制ファンサイトポキオの提供を開始したが、2020年4月末をもってクローズし、YouTube のチャンネルメンバーシップへ移行した。2019年8月1日からはじめ社長とのコラボカフェ、はじめの ポキオプレゼンツアイランドカフェハジオとポキオの夏休みを東京スカイツリーとサンシャイン栄で開催し開催初日に東京ではじめ社長と共にポッキーも店頭に立った同月10日には日本放送オールナイト日本ゼロでメインパーソナリティを担当した2020年12月にそれまで所属していたユームを半年前に退所したことを 自身の YouTube チャンネル上の動画で報告した。対処した理由についてシンプルに自分流に今後はやっていきたいと述べ、YouTuber としての活動やグッズ販売等の活動は継続すると語った。海外の YouTuber を参考に日本のゲーム実況者がプレイすることの少ない海外製のゲームや動画1本で完結するクリアまでが早いゲームを中心に実況動画を投稿している。 投稿するゲームのジャンルは、ホラーゲームが多い。目標とする YouTuber として、ピューディパイを挙げている。ゲーム実況動画以外にも、実写動画や、料理動画、ラジオ動画の投稿や生放送も行っている。メインチャンネルの登録者数は2016年9月18日に100万人、2018年7月18日に200万人、2021年2月6日には300万人を、 突破した。ウォーキングデッドサバイバルへの道や、エイリアンの卵などのゲームアプリや、漫画アプリ、漫画アップやタカノフーズ、すごい納豆などとのタイアップ動画も投稿している。ありがとうございます。